意外と役に立たないのね、ビジョンって。陛下を守れなかったこと、それは流れの枠のうちだったからさ。シルクのせいじゃない。ふーん、肩持つのね。で、何か分かった？ええ、ゾクゾクしてくるわ。この槍、この緑の液体は私たち巨神界の生命を構成するエーテル構造を変質破壊する効果があるようね。おそらくは巨神の血液から採集したエーテルエネルギーに手を加えたんでしょうね。体験の警告を流れるあのエーテル流はそれか。他にもまだありそうだけど、今のところは何とも言えないわね。対抗策は？抗体を作ることはたやすいわ。まあ間に合うでしょうね。そう、それはよかった。ねえ、あいつなんで呼んだのよ。私あいつ嫌いなんだけど。年長者は敬わないと。僕らより彼との付き合いは長いんだからさ。邪魔者はいなくなったな。あとは乗り込むだけだ。あの中にはフィオルンが、黄金の騎士兵と。何か見たのか？いえ。見たんだな。はい。白銀の騎士兵が、フィオルンが確かに要塞の中にいました。そうか、それがはっきりしたのはありがたい。フィオルンはあの中にいる。ビジョンの通りにしてたまるものか。必ず助け出してみせる。